ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。ゆっくり眠りたいな。ゆっくり魔理沙だぜ。眠ればいいよ。違うんだ。ゆっくり眠りたいんだ。だから眠ればいいよ。そんなあなたに、ぐっすり眠れる羽毛布団はいかがですか。あのマコさんも愛用している布団今なら5万円のところ、なんと4万9800円。今すぐ銀行に行こう。何の時間だったの？今日はマコさんの紹介をするよ。今日のテーマはこちら。あ、本当は4万9600円。さあマコさんの魅力を伝えられるようにするよ。最初は可愛いマコさんシーンから行くね。ジャパネットマリサの紹介もよろしく。お化け屋敷みたいですね。大丈夫ですよ。イスズ殿、ほんと肝が座ってますよね。マコさん、大丈夫？お化けは早起き以上に無理。お化けが苦手なのかわいいね。ギャップがいいな。かなり苦手のようでボコデッドマンションでも怖がってたな。そんなに怖いのかな。試合中お化け出たらピンチだね。それは大丈夫だ。お化け以外にも高所が苦手らしいが、おばあのためにヘリにも乗れるし、ソドコのために高いところからも降りれる。大切なことを目の前にしたら苦手なことは消えるタイプだ。マコさん素敵だね。そうだな。マコさんとボコデッドマンション行きたいから、あとはよろしく。一緒に乗せてはくれまいか。無理、無理。さようなら。わかった。やろう、戦車道。西住さんに借りがあったしな。つか単位欲しいんでしょ。借りを返すだけだ。恥ずかしそうに戻ってきたね。戦車道やらないって去った直後だからな。かなり恥ずかしかったのか、去る前は髪も体も乾いてるように見えるが。汗がすごい。確かに。それにしても可愛い表情だね。可愛いところはもう一つあるぞ。胸がぺったんこ。ぺったんこすぎて可愛い。次はマコさんのこだわりシーンを紹介するよ。いい？寝具はここにまとめといたからね。せっかくまとめたのに。枕変わると眠れないんだ。どこでも寝てるじゃん。眠りの質が違う。枕へのこだわりがすごいね。眠りの質が違ってくるんだ。マコさんこだわりの枕は柔らかいタイプだな。枕カバーは変わってるけど、大きさと柔らかさ具合から同様の枕を長年愛用しているようだな。そんなマコさん愛用の枕が今ならなんと69,800円。値上がりしてる。霊夢なら5万円でいいぞ。次はマコさんとソドコのシーンを紹介するよ。どけソドコアゾ。名前まとめないで。ジャンプしてください。カツアゲ。違う。遅刻見逃し3回分で手を打とう。ダメケチ。マコとソドコの関係いいね。仲がいいから言い合える仲って感じだな。ソドコのピンチには真っ先に行動するマコさんなんだ。ソドコが連れ去られた時も先頭に立ってたね。友情を感じるな。私と霊夢とは大違いだ。その通りだね。じゃあ最後はスペシャルムービー行くよ。マコさんの魅力を詰め込んだぜ。はぁ、そうですか。もう2つ頼んでもいいか。わかった。やろう戦車道。やっぱり戦車道をやめる。生きているのが辛い。これが夢の中ならいいのに。学校なくなったんだから朝起きなくてもいいんじゃないか。人間が朝の6時に起きれるか。いつも通り意味わからん。はあ、そうですか。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。またね。マコさんの寝具会に大塚家具行ってくる。